じゃあ水戸に向かいますか。寝よ。よっと。よいしょ。とりあえず私がお金を落としたって言い方またしてしまったら失礼な感じだけど、魚中さんで500円買っただけだな、クジラのベーコン。しかもよ、あの、おまけもらってしまったから貢献してない気がするな。うん、戦車自体もともと戦車ないですよね、ここ。じゃあ駅前通りを向こうに行きゃいいかな。これから水戸ですか。うん、これから水戸に向かいます。こんなとこ来てやんないんだから。だから普通に行ったら日曜日しか来れないし、日曜日、うん、この枠で観光地アピール成功ですよ。この枠でこれはなんだ、セーターか。落としてやるぜ。なんかこういう目的で来ると金落とさないと、何か金使わないとなんか地元に全然貢献してない感じがしますよね。そう、町おこしのためにそういうことやったんだから。生まれて、癒し系ですか。癒し系か。覚悟、茨城。ちょっとポタファイをもう一遍電源つなぎ直そう。うん、ここも、あ、これから行く水戸の方ですね。またポタファイは充電して、あ、そうそう、改めてさっきクジラのベーコン買ったら おまけもらってしまいました。うん、色の質はすごくありますね。これはあのバルブの位置を示してます。だからあのパンク修理とかするときにバルブの位置を探すのが若干簡単になってます。デザインの意味はあるんだろうけど、これによってその簡単にホイールじゃないバルブを探せる。ゲソ。お店の名前はウォーチューさんです。ウォータダ、ウォーチュー。んこちら、うん、大口町で、うん、あ、いい口場、ありがとうございます。ん、水戸何時半？16時半ですか。16時半だとちょっと厳しいかな。スポークは、いや、わかんないです。ビアンキさんの中の話ですから。そうで、あのアニメの中だとウォーチューじゃなくてウォケンっていう、なんかソードフィッシュって振り仮名振ってありますけど、という名前で出てきてました。別にそのままの名前でもいいんじゃないのかな。協力取り付けてるんだから。ん、スポーク交換、あ、実用ですよね。私もなんかこういうのいいなと思いました。買ってから知ったんですけどね。魚中、魚中、あ、そろそろまたフリース着た方がいいかな。温度下がってきた。ビアンキ、いや、どうだろう、他の車種でもこうなんですかね。そう、魚中、魚中。うん、一両、大洗行き、大洗止まりかな。離陸のフリースを着ようかと思ってます。なんでビアンキは、あの、いろいろスペックだけ調べていったんですけど、ギア比がかなり軽いギア比まで使えて、うん、ちょっと寒くなってきましたね。あとビアンキのこのカメレオンって選んだ理由はいくつかあったはずなんですけどね。ん、完璧な。今なんかありましたっけ。気づいてない。なんかあったっけ。フレッシュ日立、まあ時間がちょうど良かったらそれも考えますかね。いや、ビアンキの色全然関係ないです。もともと青とか黒のが欲しかったんですよ。 青黒のカラーリングのやつが。でも全然店頭にないんで。ミューニアスっぽいはどれが。30分と考えると20キロ30分、そんな速くないです私は。
1時間に10キロぐらいと思っとった方がいいです。入り売りの店がこんなところに。私は横浜住みです。神奈川県横浜市緑区。何のカラー、あれ今の何の話だ。チベットか。あ、やっぱりちょっと着ようかな。横浜から東京まで、東京まで通勤は1時間近くかかります。ん、何がある。頑張って。そのネタはもう孵化したでしょう。もう孵化したでしょう。それは私の放送固有の話です。緑区はそうですね、まあ、駅も近いし、朝日グリーンランタンって書いてあれは痛いのか痛いのか、はい、階段配信。今日は自宅に泊まります。あ、四季の森は何度か行ったことあります。東京ではそうだと思いますね。1時間通勤はまあ普通じゃないですかね。山、うん、里山多いです。立ってる、うん、できるだけ窓際に張り付いて、あの立つための労力をできるだけ減らしています。窓際に、窓際というか、あの入り、あの開かない側のドアに張り付いていさえすれば寝られる。伊丹の車に追いつかなかったですね。緑区のラーメン屋いっぱいありますよ。これは、どれに沿っていけばいいんだ。このなんか上の高速道路みたいなやつのに沿って向こうに行きたいんですけどね。ちょっと暗くなってきましたね。じゃあ泊まりついでにちょっとフリース着込んでから。じゃあくぐって右側ですかね。ちょっと待ってください。つなぎに、あ、くぐってみる。了解です。うん、あ、延長。今時間は何時だ。あ、ちょうどそんな時間です。そうとする、怖いな。あ、イベントありがとうございます。ありがとうございます。だけどいるかな、そのイベント。多分いるかな、いるかな、いるかな。よし、あったかい。モピモピさん、どなたですか。今ここでそれが見えるってことですよね。そういや今日はあの FMLE が一回も途切れなかったですね。途切れないっていうか、あのダメにならなかったですね。珍しい。あ、取っていた。すれ違ったというか交差したんですね。よいしょ。うん。あ、バイクの人なんですか。アイコンがバイクってことかな。
今日は夕日はあんまり見られなさそう。あ、この上の道路合流するのか。裏道ないのか、この道は。まあでもそんなひどい道でもないかな。途中からの線路沿いの細い道に出る予定です。あ、もうすぐ右折か。うん、あ、島道、そういうの好きなんですけどね。また、うん、あそこの交差点右に行ってしばらく行ったら線路沿いの細い道に出るはず、出るっていうか入れるはず。常住駅、あ、園長ありがとうございます。忘れてた。多分できてないと思いますんで助かりました。そう、危ない危ない。何か別のことをするとすぐ頭から飛ぶ。更新で無料延長、はい、30分延長しました、うん、OK 延長気づくの本当助かりました。危ない危ない。一旦切れるとめんどくさいんですよね。30分ごとに巻く取り直しになるし、よっ、延長アラーム、ああそういうのができるといいですね。てか3分前ですっていうのは最初の枠以降はならないな。これもういい加減古いバージョンの2あれ豆ライブ、豆ライブ、豆ライブ回、30分専用タイマーってあるんですかね。3分タイマーとかだったら専用のものがありそうですね。バージョンアップ、バージョンアップこれも多分 Android の NME がライブシェルと組み合わせて使えるようになれば私も導入したいと思っております。一応この間要望を掲示板の方で、あの NME っていうツール作ってる人のコミュニティで要望書いて、オプション的な扱いになるかもしれませんが検討しますっていうふうにコメントいただいたので、目覚ましもう iPhone でやりゃいいんですけどね。28分タイマー、遠回り、ああちょっと線路沿いの方の道に行きます。常住っていう駅のところからずっと線路沿いの細い道に沿っていけるはず。もしかしたら砂利道かもしれない。あ、ツネズミ、ネズミ、ああいうのでなんか常って読むのが一般的な感じがしますけどね。ん？何が何って、あれもう水戸市に入ってる。水戸市塩崎町って書いてある。一体どこで？うん。あぜみちゃん、ちょっと不安かな。うん。橋を渡ってから、ん？渡ってから。あぜ道もですね、結構疲れるんですよ。荒れてるとこだと。短い距離だったら問題ないんですけど、長いと疲れ始める。
本当新幹線みたいに見えるな。これ鹿島臨海鉄道、臨海線だっけ。あ、橋ありますね。あ、県境が。待てよ、県境？今私は茨城県にいますよね。お仕事は IT 系だけど秘密。もう一切秘密にしよう。なんかあ、市境ですね。なるほど。今聞いた人は多分全然悪気とかないんでしょうけど、結構特定して悪意を持った人に特定されるとっていうのもあるし、あと会社と絡みたくない。そう、性別も秘密。あ、おなじみのネタですね。おなじみの。じゃあここで左折かな。常住の駅はこの先にあるって書いてありますけど見えませんね。あれかな。わけが。本当だ。今日は夕日を見れなさそうだな。ん？何が秘密？知られちゃいけない。上、どこだ？茨城の高感度。結構霞ヶ浦沿いとか意外と面白かったですね。延長、ああ。ん？駅舎はどれ？あれは駅舎かな。あとはこの線路沿いをずっと、ね、これだ。駅、うん、線路沿いです。これ駅だ。これまた珍しい。ですね。あ？違う。珍しいんじゃないや。これトイレだ。よいしょ。ダラダラ坊の里へようこそ。ダラダラ坊。これが駅、こっちになんか切符売るとこがあってみたいな話かと思ったらトイレでした。寒そうですね。今まだそんなに寒くないです。それトイレ。そう、階段の上に駅があるんですね。あとは筑波周辺もぜひ。筑波周辺、実は前来てます。筑波周辺の動画も上げてたような、確か上げましたよね。あ、トイレ行っとこう。これが駅です。すごいシンプルな駅舎ですね。改札ないな。無人駅、改札なしかな。風間どこだろう。もう駅着いたの。駅、いや、ここじゃないです。じゃあちょっとトイレもいっぺん行ってきて、電気は登って、電気、それも調べていきましょうかね。バンケリオンに出てきそうなほど殺風景だな。バンケリオンにそういうの出てきましたっけ。あ、5分。ただこれだと見えるかな、この高架だと。それと駅このトイレはですね、途中で見てきたあれ何駅だったっけ、もう名前忘れた。なんとか駅ほどのミニマムではありませんでした。もうちょっと便器が縦に長くて、鶴見駅。でもこれ下からだと見え、でもホームに侵入してても問題ありそうだしな。まあ下から見えたら見ます。あ、特宿駅、ありがとうございます。特宿。
待てよ、でも、いや、やっぱせっかくだから見ていくか。1時間半に1本っていうのがなんかすごく希少価値があるかのように思えてしまう。そう、下からだと絶対見えないだろうし。電話にポスト、電話にポスト、常々駅です。ラッピング、いやどうかな。あれって何本中の1本なんですかね。途中見たやつはもうラッピングでしたなかったですよ。午前の全然余裕じゃないペースですか。全然余裕？ん？今時間的にってことかな。うわこれすごい、板電車、板電車、すごい遠くまで見えるな線路が。こっち側は、こっち側もこっちは直線でかなり遠くまで見える。まだ気配ないですね。誰もいない。うん、すごい風景、わらわら。これが常住駅、無人駅です。改札もないです。どっち方面から来るんですかね。駅があるのが不思議な風景。ポタファイ爆発。ポタファイ。田舎はシンプルでいいわね。今止まったりしてますかね。傘沼ますかねって聞いたってしょうがないや。ホームまで入れるんだな。ホームまで、そうですね。何も間を遮るものないですね。いいネズミ駅ホーム。いいネズミ、いいネズミ。大洗駅からまだ一駅しか来てないけど、大洗駅から常住駅で東水戸駅で、多分ここから二駅で水戸駅ですかね。割と近いんだな。まあ10キロしかないですな。11キロ、2キロ。でも残り5分だったらもう見えてきてもいいんじゃないかな。あ、来た。ちょっと運転手さんに見つからないように看板の陰に隠れて。ポタフェ持ってきてます。うん、普通の列車ですね。いや、痛かった。痛い方だった。ほら、これこれ。うわ、本当だ、すごい。写真撮ってる自分も恥ずかしいな。なんかサインがありますね。ちょっと来てますね。ネズッチ。で、これがさっきの明太パーク。明太パーク。すごいな。うん、邪魔ですね。ここで、あ、そうなる。正面から見ると普通の列車に見えるんだけど、横だけ完全に、前後は全然やってなくて横だけなんですね。というわけで痛い方でした。まさかあれが来るとは。しかも2両で。また写真撮ってやがるって絶対思われたな。ネズミ先輩はいませんか。ネズミ先輩は何ですかね。隠れ先なの、あれか、駅名表示のやつか。立派な高架なのに機動車。うん、機動車。わらわら、かっけー。また来たって、ちょっと待った。すごいラグあるな今。あ、まあ、ここまで行った。東京メトロ。東京メトロ。かっこいい写真撮ってね。写真は撮れたかな。いびきですね。ちょっと結構人が降りてきたんでビビっちゃって近づけなかったんですよね。カクカクで見れんかった。あ、カクカクで。更新したら電車終わってた。電車終わってた。なんだこれ。すごいな。すいません、FM LEDでカクカクだったのか。マイナス4。ディーゼルでしたよね。あ、向こう走ってるのがまだ見える、ここからでも。更新したら随分飛んだ。飛んだ。ブレるなよ。クジラベーコンで一撃乗れます。クジラベーコンで。ってうるさいな。笑。
遠目に見ると分かりづらいけど、あのキャラクター一個一個が貼り付けてあるからだな。終わってた。すみません。そう、明太ラッピング列車もが半分で、もう半分が痛い方でした。ナポリのグラフティ電車みたいだった。うん、わら。で、戦車の写真がよく撮れなかったな今。よいしょ。あの真横に行こうとすると狭いところを塞いでしまうんで入れなかった。しまった、更新しなかったらよかった。やった。どうだろう、タイムシフトだと見えるんじゃないですかね多分。あの。こういう FMLE でバッファー遅れでなかなか見られないっていうのもタイムシフトになると全部揃ってから見られるんで意外と映ってたりする。あ、今イベント高かったかな。期待するのもあれなんですけど、上の方は電波悪かったみたい。電波、周りがコンクリだったからかな。残念。まあ、あまりあの真横には行けなかったんで、機動車、あ、機動車ありがとうございますけど、ありがとうございますだけど、もうちょっと前の映像ですね、多分タイムシフトで見られるのは。今これタイムシフトで見てる人は3、4分かな、戻してみてください。写真はあんまりあの階段横の狭いところに止まったので、その隙間にはちょっと迷惑になるだろうと思って入れませんでした。本当に私の年齢は秘密秘密、42秘密。アインツネズミイン、アイン人名かな、アインって秘密の42。元気ですね、ありがとうございます。秘密の25歳。道、ああ、途中どっかないとこあったかも。あそこ行けるかな。トス先輩、誰？イベントあった。イーネズミって反応してた。イーネズミって、あ、イーが、あれ？イー。あ、イベントタグ、イベントのイーネズミってそういう意味だったのか。イーツネズミのツが発音されてなかったのか。道ないかな？道ないか？ああ、ないな。ないっぽいな。はい、アイン。茨城って何にもないな。穀倉地帯なの？穀倉地帯。ああ、結構そうかも。ないんだ。わら。あった、道あった。オッケー。道なき道を行こうって歌があった気がする。歌ですか？あぜ道になる。あぜ道になりました。やった。揺れる揺れる。やった。やっぱり山がないのか。おお、山か。道がないと鉄道はできない。パンクするぞ。違う、パンクは大丈夫です。この程度全然問題ない。うん、違いますよね。私もそう思います。ん、地図、いや、 GPS には予定ルート全部入れてるんで、 GPS をちゃんと見てれば間違うことはありません。ありませんが、ちゃんと見ないから間違います。 GPS の画面もあの網膜なんたらディスプレイとか、あの風景と重ね合わせて見られれば、あ、少し安全になるかな。こうやって見なきゃいけないんで、ああー、また、これなんて言ったっけ、ストラップじゃなくて、あー、これ外れてるのか。感覚で、うん。しまった。この、なんだっけ、ストラップじゃなくて、なんだっけな。よっ。ダメだな。とてもじゃなくて、元に戻らん。よっ。この結束バンド、結束バンド。Google、ああ、え、ゲーム。のどかな、そんな否定しなくても。ああ、タイラップ、そう、タイラップ。タイラップがですね、ゴムで底上げしてるところに、
タイルアップで結んでたんですけど、そのゴムの横にずれてしまって外れてました。ブラケット、あ、そうそう、ブラケット、スイッチ見せてください。スイッチ、ちょっと今危険かな。後で覚えてれば、後で覚えてろよ。オフィン型アリビオ、アリビオ、それは旧型 XTR のあれと、あれですか、旧型さん自転車どきなのか、それもいいですね。でも自転車じゃいけないな、自転車ではいけない。後で覚えてろよ。第1回目は来い。砂利道はまあ面白くはあるんですけど、時間かかりますよね、走ると。そう、タイラップです、タイラップです。振動に弱い、振動に、うーん、ああ、またずれた。 GPS が完全に下向いてしまいました。まあでもここから先はあんまり落ちて、直に落ちたことはまだないかな。うん、あれじゃないか、いや、挟んだもののからずれてしまったんですよ。挟んでるんですけど、挟んだゴムのそのゴムのところから横にずれて外れてしまったんです。こっからは落下動画があります。GoPro、あ、落下動画ありますね、私が。もうちょい先に行ったら舗装道路復活しそうなんだけどな。こっから先行けないか。今ちょっと不随意になりました。折れた。もうちょい行こうか。名物、いや、特に考えてはいないんですけど、水戸といったら納豆しか知らない。これだ。一旦こっちに迂回すれば出られるかな。迂回路も、迂回路も砂利道。いや、これ民家に入る道か。これじゃないな。こっちかな。納豆うまいぞ。納豆うまいっすよね。これも民家の道だ。ゴロウコ。カニバリズムか。歴代五郎公ほとんど知らねえ。豪邸、お城みたいな家の壁だった。お城みたいな、あ、そうでした。あと何超えてますね、私の知ったことではないが。隣のひたちなか市には乾燥芋が名物らしくうましいから、乾燥芋って言い方するみたいですね。干し芋っていうのもあるし。おお。そう、ひたちなか、なんか駅伝に出るあれ、高校生の人なのかな、からツイッターで応援に来てくださいって昨日突然書かれたんですけど、あの水戸に着くのは夕方以降になりそうですって返しておきました、一応念のために。あれは何だったんだろう。干し芋と、いや、わかんないです、私は。何か違うんですかね。自転車何乗ってる？自転車クロスバイク。ビアンキ、カメレオンテ、スティ。27分、57分ですか。ありがとうございます。27分、次の27分乗るとしたら間に合わないかな。1時間後の57分ですかね、特急乗るとしたら。蒸し梅ですか。うん、ソースがありません。なるほど。IC。了解しました。リスナーです？予定ルートこれだ。また砂利走らないといけない。砂利道。また振動で GPS が下向くな。あ、GPS ありがとうございます。ありがとうございますとも違うかな。のし梅うまい。うん。のし梅。どう？そこ行くしかない。
これしかないですね。それかもう少し向こう側の舗装路行こうかな。多分向こうに道があると思います。とんかつ弁当の高校生っぽさ、どういう意味ですか。平べったい海みたいです。平べったい、今日は水戸駅に着くまでが自転車旅行です。そこでパッキングしてさっさと撤収。よっ、よいしょ。今日もユニクロ行ってきたけどかなり混んでた。うん、ユニクロまたユニクロか。そんなに有名なんですかユニクロの、今話題なんですかユニクロの1980円のなんだっけダウンは。なんでそんな有名なんですか。シュウメ癖になるんだったら危険なんじゃないですかね。常習性があるってことですよね。クロス、うん、来週は来週の予定あったっけ。確か来週は決めてなかったかな。それかヤビツの餅つきの日だったか。あ、確かヤビツ餅つきの日だ。ん？買った？自転車の話かな。セオサイクル元住吉店であってるような、確か元住吉店です。ま、ステマ。あ、ミリありますかね。うん、ん？島の売り上げ、それは自転車ブーム的な意味ですかね。でも島野って釣り具の方が大きいんでしたっけ。釣り具の島野。ロードだって砂利道は知れるよ。冒険になるけどね。冒険か。のしうめって和菓子だよ。和菓子？うん。られますか。あらせれりかれく。橋脚の影が夕日を遮りますね。結構疲れそう。うん、そこなんか疲れがしますね。電波頑張れ。あ、電波良くないですか。餅つきですよね。確か餅つきでしたよね。次の12月の第1週の日だったから。なんかすごいラグがあるね。あ、ラグ。多分リロードで少しは解消すると思います。多分。プトプト。プトプトか。うわ。イケアのバースデークーポン届いていません。あなたは何の話をしているんですか。ちょっと汗出てきた。これまだもしかして東水戸駅に着いてない。長いですね。あ、電波ダメか。FMLE の再接続も試してみようか。かな。あ、延長。ありがとうございます。GPS が下向いてるから、時刻がわからない。そう、あ、舗装路だ。今日は水戸駅から臨港ですが、声は言ってないんですよね、多分。よっと。ああ、ダメだな。同じ進む。
まないのパンクしちゃう。残り3分くらいです。水戸黄門の主題歌歌ってください。水戸黄門の主題歌、人生楽があったら違う、雲ありゃ楽もありますね。よし、で転送速度は十分上がってるんだけどな。一応確認するか。リロード、あ、リロード大丈夫ですかね。ね、がい、マス、あれ、いますと、あ、リロード願います。よし、こっから舗装、うわ煙て。煙て。この煙一体どこから更新したオッケー。どこからこの煙来てる。ワープオッツ。とっても夕日内になってる。夕日内になりましたね。今がもう16時から、あと30分ぐらいで日が暮れますね。更新ワープ余裕でした。 あそこか、あれが元凶だ。よっと、さて、じゃあ舗装に戻ったので。月が見える。ん、月、あ、出てますね。まだまだ東水戸駅はまだか。次の東水戸駅で両下線の入れ違いがあるから、うん、入れ違い、その列車がどこから行こうですか。どこから、水戸駅からです。もうちょっとですね。もうちょっとふぅ、さっきのチャリにして結構なんか汗かいたな。綺麗な夕日だけど明日仕事だと思うと憂鬱になるね。明日仕事思い出さなければ問題ない。ん、何がチャリ旅行歴ですかね。は、13年、チャリ旅行歴は13年です。せいぜい行ってましたね。延長してるのに。ですか。水戸から横浜まで鈍行だったら3時間以上かかると思います。まだやっております。でも東京あたりから先は定期があるので電車代は水戸から東京あたりまで2000円ぐらいだったかな、鈍行だと。よっと、更新したら超絶ワープした。超絶ワープ、そんなに前から。そう、そんなに前からでございます。あそこになんかチラチラ見えてるの、あれ列車かな、違うよな、あれ車か。降下したの日陰で寒そう。日陰やっぱ寒くなってきてますね。土浦で乗り換えになるから。土浦、ああですかね。水戸からは特急ですか。あ、特急で行ったらいいかな。あんまりにも時間差があるようだったら特急も考えます。といってもプラス1500円ぐらいしましたよね、特急だと。1500円か。乗り換えなしで行けるっていうメリットもあるけどな、どうすかな。今までで行ってよかったところ、ナンバーワンは、行ってよかったところ、北海道多いですね。ロボさんが1500円で悩んでるふりをしている。をしている。1500円なんぞ。あ、誤差なのに。13年前から自転車旅行なんですね。1回目はどこに行ったんですか。1回目遠征したのは、一泊したのは、初めて一泊したのは、あの山梨県の河口湖です。橋本っていうとこから道志道っていうところを走って、で河口湖で一泊して、で翌日八王子、あの富士道八王子経由で帰りました。それが初めての一泊した自転車旅行です。日帰りだったらどれが最初っていうのは分かりづらいですね。上野、1時間か。1時間半ぐらい短縮されるのかな。お金で悩むキャラ作ってるの？お金で悩むキャラ。他にどこ悩んだっけ？タワーに登る時のお金の話かな。330円。東水戸駅まだ。ロボ
デスカメ。その質問なんか妙に多いな今日。キャノンのパワーショット S95 です。マリンタワーには今日登らなかったです。上からの景色見てもよかったかな。あ、東水戸駅もう過ぎてる。気がつかなかった。通り過ぎてますね。気がつかなかったですよ。ロボさんはユニクロ行きますか？ユニクロ行きます、行きます。キャンプしたのはどこ？キャンプは北海道の根室市キャンプ場だったよな、あれは。根室市キャンプ場ってとこで、根室駅からさらに東に行ったあたりです。で、なめきって夏の、夏用寝袋で行ったら、7月だったんですけど、凍えて死ぬかと思いました。高速バス、高速バスの何ですかね、高速バスリンクをやったことあるのは沖縄でやったのと、あとはあれだ、あそこなんだっけ、アクアラインで折りたたみ自転車を持ち込んだことありますね。でもそんぐらいかな。バスは基本的にリスク高そうなんであまり使ったことないです。あと小豆島でケーブルカーからの乗り継ぎで、海沿いまで降りてきたときにバス使いました。もみじ亭だったか紅葉亭だったかっていうケーブルカーの駅から下に降りてくるときに、まあ、出してます。もうすぐ水戸駅でリスクはそう乗せてもらえない可能性も十分あるので。ん？何乗ってる今？何キロ、今70キロぐらいかな。S95、2万台じゃないですか、今、確か。これだけ走れるって、暦長い証拠だね。暦長い、暦長い。ん？あ、歴、自転車歴が長いの、歴か。そう、これは、電車じゃなくて汽車みたいですけど、鹿島臨海線っていう線路だったと思います。さて、まだ全然水戸っぽくなってないな。パッキング配信は一応やりますかね。お、79キロ。なんだあれ。東水戸駅は過ぎましたね。さっき気づきませんでした。東水戸駅は小さすぎて気がつかなかったよ。モンチャリ。あ、通過してってますね、上を。今家のガラスに映ってちらっと見えた。今のも2両かな。水戸に向かって行きました。しかしこの辺り駅間長い。確か大洗から4時半には、あ、時間見えないや。 GPS がタイラップ外れて下向いちゃって、つねつね、宿探ししません。つねずみ、あ、つねずみ、ありがとうございます。つねずみ東水戸で水戸駅だから、区間としては3区間しかないんですよね。でその間の距離が12キロぐらいだから、4時、あ、ありがとうございます。4時過ぎか。つねずみ、つねずみ、電柱電線、いや今通ったとこだけだと思います。つねずみ、いや水戸で何もしませんよ。パッキングして帰るだけです。味噌煮込みうどん、からは、ギザギザ行って、まあ適当に行けばいいか。まずは向こうに渡らないと。もうすぐ日暮れますね。東から昇ったお日様が西に沈む。あれ？いつ？多分次は年末ですね、泊まりの旅行は。歩道がないよ、車道で行きます。じゃあ
水戸もうすぐです。あと10分20分ぐらいだと思います。ここから発進すると車に品種買おうかな。高いですね。本当満州しない行く場所あんまり思いつかないからです。気がつくとそう品種品種うん、天気良かったですね。思ったよりも暖かくなかったけど、あ、そうそう、よいしょ、詰まってる、なんか渋滞してる。ミトちゃん誰ですか。ミトちゃん、ちゃん付けするミトちゃんは誰ですか。これもうこの道は離れよう。健康マッサージ、うん、その沿いの道はないので、うん、今日戻ります。家に生産層は来週行きますね。あの矢光峠喫茶店ですね。健康マッサージとは何なのか。ホーリーのホップ、あ、なんか今鉄道通ったな、下の方の線路で。ってことは今通ったのは何線だ。水分線かなんかですかね。そう、なんか写真しかない感じが怪しいですよね。さらに流れません。私の自転車旅行は最後着いたところで感動的な何かは何もないんです、うん、もう日が暮れますからね。常磐線、あ、常磐線ってどこからどこだっけ。全然3連休、まあ、私が走ったのは2日だけなんですけどね。初日は雨だったので家で動画編集したりゲームしたりしてました。うん、今日は晴れてるけど気温は結構低かったですね。うん、もうすぐです。ん、馬が出てくる馬NHK ゴールしてください。難しいな。15分で着くかな。うん、着、あ、そうですね。じゃあ川を渡って川沿いに行くか。新宿は買うけどかけませんね。おお、あ、そこそこ夕日見える。で、向こうにかすかに筑波山が見えてるな。多分あのシルエットは筑波山。水戸市内、うん、入ってますね。結構手前から水戸市に入ってました。良い感じの夕日、オスでした。ちょっと待った、まだついてないっす。駅から徒歩、あ、それ言うとなんか特定されそうじゃないですか。まあでもかなり近いです。川沿いじゃなくてこっちの方の道がいいかな。警察が通いましたか。さすが水戸の街ですね。水戸の街、水戸、この自転車8万円です。8万弱、買い値は、買った値段は。うん、インチは27インチぐらい相当かな。そう、8万円ポーンと、もう店員さんのほっぺたをはたいてきましたよ。8万円で。私はこの金でほっぺた叩くネタ多いよな。いつもこれ言ってる。ジャパネットでは買ってないの。ちょっとバランスが危ないな。エスケープなら安かったのに。エスケープ R3 も考えたんですけどね。定価8万4000円です。8万円ネタ。現金を下ろしたのって覚えてない。その時に下ろしたかどうか覚えてない。
ね、私は普段5万円以上あまり持ってないんで、多分下ろしてますね、金払うときは。お金。ん？お金。渡良瀬橋のような世界って何？そう、ドヤ顔で。心の奥底にある願望なんだろう。中途半端な。パシパシって感じですね。うん、そう、iPhone も8万円ぐらい出しましたね。上に、あの道はあの鹿島臨海鉄道1時間半に1本ぐらいの、あの路線みたいです。でも結構今日あの車両見てるな。ぜ道 iPhone は au であの月々割的なサポートなしで買うとそんぐらいします。64ギガのやつ。そうそう、うん、iPhone もお金持ってる。どうかな、いくら持ってるっていうのも、あのそれを持って人間の格付けをする人が存在するから嫌だな。喉、今日はそうでもないですね。 iPad、 うん、64ギガです。確か32ギガと16ギガでそれぞれ1万円差ずつじゃなかったですかね。を育成した。自民党は心の教育に力を入れ、豊かな。あ、ちょっと今聞こえなかった。自民党衆議院一区の田所義則でございます。自民党は、いや、イベントいらないでしょ今の。特にいらないでしょう。よいしょ。まもなく水戸駅。8万円稼ぐのに残業何時間もしないといけない。何時間もですね。もう片木でいるな。それでは教育してやるか。今の洗車ネタです。では教育してやるかだったかな。ん、英語。この自転車はロードバイクになりません。ロードバイクになるってなんすか。なるって変形してロードバイクとクロスバイクの間行き来できるものなんですか。できるものなのかもしれないな。高萩行きかな今のは。うん、偕楽園もこの時間になったら見てもいまいちなんで今日行かないです。地図は、そうですね、あと GPS のに入れてる奴ら買った。カテゴリー、カテゴリーって、何の話だっけ。なんか私質問に不適切な答え方しましたかね。不適切回答。重さだけじゃないと思いますよ。軽いクロスだってあるだろうし。あ、え、ロードバイクな、あ、車種なんだ、なるほど。私のはクロスバイクです。完璧な一点の曇りもないあのクロスバイクです。スマイル島、スマイル島、ハンドルやらギアやらが違うよね。うん、ハンドルのドロップハンドルかどうかっていうところが結構、一点の曇りもないロボさん。イエス、一点の曇りもなし、一点の曇りなし。フレーム、え、そうですか。ああ、そこのところは私全然分かってない。どうす、いや、それも人によるんで私は一概には言えないと思います。腰痛くなるよね。ロードバイクの方が腰痛くなるかどうかっていうのは多分必ずしもそうじゃないと思うけどな。どうだろう。お、水戸天狗納豆、段は 3×9=27 です。うん、言えば。曇りが。天狗天狗。暴れん坊天狗。クロスバイクの。適材適所。そうですね。ハンドル。ハンドル。愛と癒しのウルトラ超音波カリスマっていう店があった。僕の十字。
自転車の速さ、そう、あの何もしなかった日はすげえ後悔する。特に自転車に乗ってる人とかは先帰れば、まあそれで帰ること一応ロードバイクということもできるんじゃないかなと思うんだけどな。ん？クロスバイクが高いですかね。いや高さでいうとローバイクの方が高いやつ多いですよね。うん、私も V ブレーキ好きです。あ、そうだ、この機種選んだ理由 V ブレーキも大きかったな。ん？今年のなんて、そうそう、このクロスバイクカメレオンテスリー選んだ理由の大きな要素はあの V ブレーキ。水戸駅だ、水戸駅来たの何年ぶりだ、一体多分10年近くぶりじゃないかな、8、9、10年ぶりぐらい。角度とか、うん、これが今日のゴールです、目的地です。今年のクリスマスはこれから考えます。今のところあのノープラングダグダでございます。多分普通に飯食って家帰って寝るな。ちょっとまだ車道で行った方が良かったな、これは。うん、デスクブレーク、ちょっといかんな、左右逆だけど、急にあの横に動いても危ないだろうし。水戸市は県庁所在地、ちょっと段差があった、危ない。県庁所在地でしたっけ。おお、こうやって見ると仙台駅に似てるな。今の心境は特に途中が面白いんであって、途中こううん、制度性ですよね。到着、じゃあパッキングするところまで配信しますかね。ただパッキングできる場所があるかどうか、ちょっとこれ降りていかなきゃダメだな。あ、県庁所在地ですね。よし、デッキ町か、町だ、あー仙台駅でもかなり似てると思いますよ。上のデッキがでかいのとか、一駅でですねといっても東水戸駅は見てないけど、さてどっかパッキングできる場所、パッキングできる場所、あの辺かな。うん、子供様がほうだ。今時間は16時20分だから27分には間に合わなかったですね。キング配信はどっかで、どこでやろうかな、この辺りかな、仙台、うん、仙台の方が似てると思いますね。さてじゃあそっちの方にカメラ置いてやるかな。で私は iPhone でコメント見ながら、ちょっとお待ちください。2個目こう、うん、これで走行終わりました。ログインして読み上げ用の専用アカウントでログインして、ですが寒さが、うん、学校ですか、セリーニ、あれ繋がらない、繋がったか、思ったより、そうですね、よいしょ、したのは、あれ読み上げしないな、あれ読み上げは読み上げオンだよな、あれ読み上げない、解体しよう、ちょっと待ってください、読み上げがない、あ、鳴り始めた。今日はでも70何キロぐらいですからね、50にフレッシュ人たち、あ、3時間あったら余裕でしょう。じゃあそれで帰るかな、最後また水戸だけにね、水戸だけにね。銀行袋と、あとパッキングの時に使う工具だけ出して、
いや、タイミング良ければもう特急で帰ってしまおうかなと今思ってます。結構早く帰れそうですよね、それだと。じゃあ、あとはもう私の声は届かなくなりますけども、私のパッキングの様子をご覧くださいよ。このぐらいでいいかな。もし角度悪かったらコメントで教えてください。延長しとこう一応。最近ギリギリそっち期待されても。
ちょっと夕焼けが。パンクしたの？2005号。バラスト、何キロぐらいあるんですか？折りたたみは重い。シャバブリタッチ変身。うわ、危ね。夕日見えますかね？というわけで、これでパッキングを終了したので、リロード行ってるかな、大丈夫かな。なので今日の配信はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。うん、言ってますかね、大丈夫かな、ちゃんと声聞こえてるかな。うん、じゃあありがとうございました。これから多分特急で帰ると思います。あんまりで寝たさあったらひるむかもしれないけど、特急で帰ろうと思いますので放送終わります。ありがとうございました。じゃあちょっと
また放送が終了ボタン押せないフラグだ。フラグというか押せない状態になった。ちょっと再接続してからもう一遍終わらせますんで、もう少しお待ちください。いや待たなくていいですけどね。じゃあ今度こそ終わらせます。ありがとうございました。失礼します。よっと、甘いものか。それもいいな。じゃあ GoPro もこれで。ありがとうございました。